昨夜、上町の宮崎地区で開かれた座談会には住民およそ100人が参加しました。座談会では風力発電施設の建設を計画している事業者が概要を説明しました。上町では漆沢ダム周辺の山林で合わせて3つの事業者が風力発電事業を進めています。これに対し住民からは樹木の伐採に伴う環境への影響を心配する意見などが出されました。上町は絶滅危惧種がたくさんいるからやっぱりこの事業はやめた方がいいよって事業者の方にぜひ町長さんに言っていただきたいと思います。上町の風力発電事業をめぐっては JRE 宮城上と町が結んだ契約が地方自治法に違反しているとして住民15人が町有地の使用差し止めを求める訴えを起こしています。